はい、皆さんこんにちは。平田ドラム教室ドラム講師武藤です。はい、今日はですね、僕のおすすめの本のご紹介をしていきたいと思います。今回ご紹介するのはこちらです。じゃん、たくみ。はい、たくみとかっこいいですね、このデザイン。これがですね、まあ、リットミュージック、あのドラムマガジンとかを作ってる会社ですね。リットミュージックから、これいつなんだこれ2003年ですね。ここ今書いてあったんですけど、2003年発売で、当時1800円の本なんですが、 CD2 枚ついてます。今 CD とかついてないですからね。もうドラムマガジンもね、ウェブ上で確認してくださいみたいな感じですからね。匠です。はい、こちらがですね、まあ、かなり超絶的な内容になってまして、レベルがかなり高い、メニューが入ってたりとかで、あとは僕が結構勉強になったのは、その譜面の読み方とかですね、財布の仕方みたいなコーナーもあったりとかして、すごいお勉強になったんですけど、例えばちょっと間違えて書き込んじゃったりとかもしてるんですけど、こういうのですね、譜面の例とかいろいろ入ってたりして、16部と3連のバリエーションリストみたいな、これすごいいいなと思って、はい、これで勉強しました。で、これのね、最初僕も毎日これやろうって決めてちょっとやってたんですけど、当時レベル的にすごい難しくて、1日1ページぐらいを目安にやろうと思ったんですけど、途中でもうやめちゃいましたね、はい、譜面も読めない時代によくやってたなと思うんですけど。で、あとはこの本の特徴は、このね、名人たちというか、まあ、すごい伝説的なドラマーたち、まあ、スティーブ・ガットだったりとか、バーナード・バーティーだったりとかですね、ちょっと中身あんま見せられないですけど、まあ、いろいろボンゾとかいろいろと載ってますね。このバリエーション、まあ、そのミュージシャンごとのあの人と言ったらこのフレーズみたいなのが載ってる本ですね。ちょっと調べてないんでわかんないですけど、今売ってるのかすらちょっとわかりません。これは当時1800円プラス税でしたね。はい、というわけで、ちょっと教室に僕は普段置いとくんで、もし興味ある人いたらこれを見ながらレッスンっていうのもできると思うんで、ぜひぜひ興味あったら声かけてください。はい、以上です。今日はこちらの本の紹介でした。ご視聴ありがとうございます。